はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で動くプラグアンドプレイやっていきたいと思います。天王寺から天王寺ですね、普通103系ですね。1時間ぐらいでね終わると思うんですけど、天王寺から天王寺内回りですね。103系、この103系か、顔がちっちゃいね。103系もありますけどね。鶴橋、京橋、はい、次寺田町か。特に各自警笛はねしばらくないかな。森の宮着くまでは各自警笛がないんで。これ雨降ってんの？いや晴れだ。なんか雨降ってるように見えたけど、寺田町か。制限40。でこれ寺田心くんってね、最近見なくなっちゃったけど、まあテレビはね見てないっていうのもあるんだけど、どうしてもねスポーツ系とかね、まあ、今はね野球やってないですけど、野球選手がなんか集まってなんか運動会やったりね、そういうテレビ録画して見てんだけど、 YouTube も見てんだけどね。 YouTube はね里崎チャンネル、デーブ大久保チャンネル、あとなんだ、高木豊チャンネルとかね、いろいろ見てんだけど、基本野球系になっちゃうんだよね。寺田町停車、定着。あ、これ6秒以上遅れると減点食らっちゃうんだよね。だから慎重にやらないといけないんだ。これ難易度がね、5なんだよね。難易度が5なんで。ドアが閉まります。ドアが閉まります。次はちょっと、ブレーキ操作大胆にやんなきゃいけないということになりますね。はい、寺田町停車。停車じゃない。発車か。大阪環状線ね、関西の山手線だね。電車で5のゲームやなかったら大阪環状線も分かんなかったからね、普通に。でここで前やって、ここボーナスの稼ぎ時だね。で何キロ出せばいいんだこれで。ちょっと遅れてるからね、スピード出さないといけない。まあここで、まあ、B6 で B5 でもいいか。あれちょっとね、時間が時間ないのかな。あと10秒、6秒遅れちゃうともう大変だから、減点食らっちゃうんで。OK、金星取れないね。30センチ以内じゃないといけないから、プラマイ30センチ以内で金星。1秒回復か。次鶴橋、ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意
はい、じゃあ運転手パス進行。これは下り勾配か、下り勾配の標識。あれ？あ、下り勾配の標識、あっち側か、反対側の線路か。ここから下り勾配か、これ。この線路は左側の標識を。標識に従えばいいという。この辺に B6 にして。なんか実感がなさそうなんだよね。どう難しいな、987。うわ、3秒定着。今のは下手な操作ですね。まあ、全部下手な操作なんですけど。車内にお忘れ物のないようにご注意ください。はい、ご注意ください。近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。でも金星ついたの。玉作り。玉作りだっけな、どっちだっけな。ドアが閉まります。ご注意ください。2回言うんですね、ドア閉まりますってね。5時目点出発進行鶴橋停発で、天王寺の発車メロディーが和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたか。本当にドアが閉まりますって2回言うんだね、発車するときに。このカイジ・ヘンリーさんがね、教えてくれたんですけど、発車メロディーか。天王寺の発車メロディーは、あの鐘を鳴らすのはあなたというね。で、実際に発車メロディーのね、動画見たら、あの、ドアが閉まります、ドアが閉まりますって、本当に2回言うんだね、あれ。なんか時間がちょっと余裕がある感じはしますね。まあ、こういう感じで、ね、OK、ちょっと時間つぶす。3、何なんだろうね、時間が多かったり。時間余ってたりね、時間に余裕がなかったり。これは金星確定だね。多分金星。これ全部金星取るって大変だよね。もうすでに最初の1個目の駅でもう星金星取れてないし。はい、閉じめて出発進行。森の都仙台なんてね、住めば都春見てね、デーブ・スペクターが言ってたけど。全然行ったことないからね、分かんないよね、駅名聞いても全然分かんない。75に160で行ってみて、まあここで長いホームだね、結構ね。ちょっと時間があるな。あれ、ちょっと極端に時間が、なんか時間が余ってるような気もするけど、なんか電車で行こうとするでも極端になんかね
時間余ってるとこありましたけど、あ、2秒早いのか。今宮だっけ、今宮のところか。今宮の前の木ちゃんと定通してんのになんか。急に時間が余りすぎるっていうね。今宮で急に時間が。前の駅ちゃんと定通守ってるにもかかわらずなんか時間が余りすぎてるっていう。出発進行。大阪城公園。あ、ここで隠し警笛がね、1箇所568メートルと。だから、保線作業員がいるってことか。まあ、どうすんならね、ボーナス取りたいですからね、こういう保線作業。70キロ低速ポイントか。まあこうやってね。大阪城公園、大阪城公園です。折り道は左側です。低速ポイント通過したらすぐなんだね。どうしよう、あと15秒ある。このまま行けばいいのかな。あと10秒176543。あー、1センチ欲しいね。3秒遅れてるし。12.75ポイント。 OK、次、京橋。京橋も隠し警笛があると。749メートル。はい、出発進行。出発進行、大阪城公園、啓発。大阪城ホールってね、聞いたことあるけど、コンサートとかできるのかね。なんかそんな感じの雰囲気はありますけどね、大阪情報。次は京橋、京橋です。だけど支線、JR 東海線、どこにいた大阪線、749。あー、あれか、車も少ないね。まあ、鉄道模型みたいな感じだよね。やっぱ実際に車走らせるっていうのは難しいんだね。3秒遅れちゃってるからな、これ。さあ、どのぐらいまでスピード出しましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日です。ありがとうございましたって言うんだ。ちょっと早いかな。あと10秒。432。ああ、大丈夫か。2秒遅れ。1万ポイントは超えてるね。京橋です。お忘れ物のないようにご注意ください。京阪電車を乗り換えですか。あ、何もやらないんだ。環状内回り、大阪西九条弁天町方面に行きで、はい、JR 東西線、外県都市線、京阪電車、地下鉄線はお乗り換えください。あ、今言うんだ。ドアが閉まります。ドアが閉まります。低速帯60あって低速70。内回りから電車発車です。すごいね、アナウンスに力が入ってるね。閉じめ、点、出発進行、京橋、停発。はい、停発。桜の宮か。森の宮。ありがとうございます。
桜も見える。なんとかの宮好きだな。今宮も好きだしね。新今宮、宮も宮好きだな。今の207系じゃないよ、何系かが分かんないんだよな。そういえば207系の区別がつかないっていうね。223系と207系の区別がねつかないっていう。あ、OK、パーフェクト。学校のグラウンドがありますね、左側ね。桜の宮高校か、桜の宮高校か京橋、京橋高校、京橋か、京橋高校かどっちか、ね、まあそのとも限んないけど。大変だね。でも今 P8 だ。厳しくね、ここへ。低速ポイントでね、すぐブレーキかけないと。低速ポイントかけたらすぐ B7 って書いてるけど、 B7 じゃちょっと止まれないよね。 B8 は欲しいよね。 B8 かけないとあれはやばいね。 24,610 ポイント。あ、そっか、低速ポイントか。次、天馬か。天馬は隠しきできない。天馬大阪間、大阪福島間は隠しきできがあるんでね。なんとかの宮好きだね。西の宮もそうだよね、関西。70キロか。このゲームもね、やればクリアしやすいゲームだから、まあやりやすいんだけどね。制限50、制限50もあった。多いのか、登場車両がね。うわ、あと10秒しかない。4,3,2。あ、すげえ、エクセレントだ。25,000 ポイント、すごいね。次、大阪。大阪まで行ってしまえばね、電車で GO2 でおなじみの路線ですよね。大阪から天王寺。お、すごいね、ホームに制限解除の標識が刺さってんだね。あんまりそういうことないよね。そういうの見たこう光景を目にしない、光景を目にしない。なんか文章おかしいけど、ホームに標識がね、ああいう風に刺さってるってあんまね見ないからね。実際に本当にそうなのかね。今の駅どこだっけ。あ、天馬か。いいですね。
て何キロまで出せばいいの？80キロぐらいまで出してもいいのかね。早いんだ。ちょっと早いんだ。60キロぐらいか。あれは何系かわかんないな。あれなんだっけな。バスが整列されてんだよ。あ、やべ。いやー危ねえなこれ。まあいいか。金星は取れませんでしたけど。大阪、大阪です。忘れ物のないようにご注意ください。はい、ご注意ください。バスはね、綺麗に並んでんだよね。あで、まず警笛な、あれ警笛鳴らして、で、まず OK。 3センチだっけな。3センチ。なあ、危ね、ギリギリだね。まあ、こんな成功みたいな。また隠し警笛が1箇所ありますね。807メートルで隠し警笛がある。とじめ点出発進行大阪停発。ああいうピーってね、駐車場ありますけど、ああいう駐車場ないよね。今少ないような気がするんだけど、あるのかな。まあ僕の視野が狭いだけでね。今走ってる電車何系だっけな。すごいブレーキの性能とか加速の性能がいい電車だっていうのは、このゲームに限って言うとね。制限85、あ、制限85ってあったね。なんか電車で GO2 で。まあ、こういう感じで、ここが制限85。あれ全然やべ、これあと15秒もある。これ時間潰すの大変だな。うわぁ、最悪だな。これで5秒。ああ、大丈夫。なんとか持ちそうか。あ、すげえ、エクセレントだ。2回も取ったね。28,500 ポイント。全然狙ってなかった。次に野田。もう隠し切ってきないのか。弁天町対象間で隠し切ってきがある。停発。野田駅か。野田って言うんだね。野田じゃないんだ、野田って。ヌダっていうね、
なんか味のしない炭酸、水の炭酸飲んでるようなのが自動販売機で昔やってましたけど、今でも売ってんのかな。値段が安いんですよね。あ、65。あれもまずいよな。水を炭酸にしたような飲み物がね、ヌダっていうのがあったんだよな。みんな120円とか130円とか飲み物なんだけど、ヌダっていう飲み物だけ110円で、10円でなんか価格で騙されると痛い目に遭う。まあ、たまに飲みたくなるっていうのもあるんだけどね。なんか時間余ってんのかこれ。よくわかんないんだよこれ。あんまり調整しすぎるとね、この時間足りなくなってあれだし、ね、98731。ああ、1秒遅れ。定着。よし、次西九条。東十条とかありますけどね。じゃあ北八条とか南八条とかあるのかないよ、ね、なんかでも条ってつくとかっこいい気がしますけど、ね、濁音がつくとねいいですよね。75キロか。制限90か。この辺にビールをして待ってね。でずっと時間余裕だろうと思ったら、なんか急に時間がね、ダイヤは厳しくなってきつくなってたりするから、OK、もう16,000ポイント。前回ね、大阪から天王寺やってノーミスボーナスもらえなかったんだよな。どっかの駅で6秒遅れちゃってね、人形が1個減っちゃったんで、今5個の人形が、5体の人形がありますけど、1人減っちゃったからね。弁天町で左右のポイント戦略時は制限40なんだね。65。あ、低速帯か、低速ポイントか。難しいなこれ。あー、ダメか。相通で、これこの橋か。このまんま行けばいいということになりますね。スピード出ない。
計で制限90、あまり早く着きすぎてもね参っちゃうもんね。制限90って言ってもな、この時点で制限90で90キロ出してたらもうオーバーラン確定だから。制限解除、あれちょっとやばいか、ちょっと時間が できるだけ一気に早く着いて調整した方がいいんだよね、後でこういう感じ。9、8、7、6、5、4、3、2、あれ、ああ4秒か、4秒遅れちゃったな。で次の区間で定通ポイントとかなるとね厄介になるんですけど大丈夫か、あっ気持ちつかないか。次大将ですね。ああ低速帯60で制限60か、厳しいね。で 929m で隠し系で5時目点出発進行弁天町停発。対象大阪ドームか、制限60だった、低速帯の60はある。でもさっき4秒遅れてるから停止位置よりもあれだよね、到着時間守った方がいいよ。厄介だな、60低速ポイントこれでいいか。これで調整が難しいんだよ。ちょっと難しいね。まあなんとかうまくいったけど、うまくいった方だと思うんだけど、今制限60じゃないの、低速帯でうまく調節しながら保線作業員のボーナスをもらうっていう。まあこういう感じでどうでしょう。あれ、ああこれも B なのにね、 B8 使わないとまずいんじゃないか。ああ大丈夫か、あと15秒しかない、あと5秒、1、7、6、5、4、3、あらららあ2秒か。これ星の形もないね、ただの丸だね。慌てなきゃね、全然星は取ることはできんだけど。足原橋でもう隠し敵はないんで気にしなくていいと。出発進行、出発進行、対象停発。ここ何川だっけな、電車で行こうとかね、電車で行こうとかってちゃんと出るんだけど、多摩川とかね、そういうのちゃんと出んだけど、ファイナルもう出ないからね。221系か。
橋原橋。あ、T2 か、T2 が早いんだ。すごい。あれ、結構。あら、1秒早かった。いや、これ大丈夫かな。あんま時間ないよ。でもこういう感じか。あと10秒。まあこういう感じで。4、3、2。はい、これで OK。ああ、2秒遅れか。お、109だ。渋谷だ。次に今宮。今宮、新今宮、天王寺で終わりか。ご注意ください。5時目、天、出発進行、芦原橋、停発。この路線で、ね、レベル5だ、難易度5だけど、そんな難しい路線じゃないとは思いますね。到着時間だけね守れば5秒までだったら OK だ。6秒になっちゃうと減点食らっちゃうんで、その辺かな。60キロはちょっと難しいね。B7 にしないと。あと20秒あったらいいのかな。あと15秒、あと10秒、あと8秒ぐらいか。4、3、2。OK。 あ、3秒遅れ。ちょっと狙ったんだけどね、エクセレント。なかなか狙いないよね。次、新今宮。すごいね、279,335ポイント。今宮の次、新今宮か。歩いていけそうだね。ご自明歩ける距離ではあるね。新横浜、横浜なんかね歩けないからね。歩けないってことはないけど、40-50分かかんじゃないかな歩くったら。新幹線乗るとき大体距離感がわかるんですけどね、新横浜は。落ちないんだ。どうしよう。はい。新今宮。でこの辺かな。はい、次。新今宮。山手線南海電車はこの1階です。あれ、電車で交通だと右側の方も行くけど。このダイヤは左側なんですね。あと5秒。3、2。あれ、ちょっとやばいな。3秒くれか。どうしても3秒だ。14,750ポイント。次、天王寺。
次は発車メロディーがあの鐘を鳴らすのはあなたの天王寺か。カイジ・ヘンリーさんに教えてもらった電車情報ですね。この左のね、あれはなんかジェットコースターみたいな、何なのあれ。駐車場か、車通るとこか、駐車場に入るための。あ、4秒遅れてる。4秒ダメか。天王寺は定数が取れない。制限60ある。あ、そこ定着してないともう定数ポイント取れないんだ。制限60だし、こういう感じか。まあ5歳1になったらボーナスもらえるんで。ああ、大和路線、あと20秒。最後の最後だ。6秒か。あ、地元ノーミスボーナス取れないや。まあ、よっきれいなことやりましたね。爪が甘いですね。これでじゃあエンディングか。はい、という感じでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。